1日100万回行けって言うから、いやいやそれできねえだろそんなこと言ったって、うん、それでまあ僕の計算で1日7、80万回行ったら、うん、まあなんとか7月末とか行けんじゃないの、うん、っていう感覚だったんで、うん、いやいや総理それ7、80万で大丈夫ですよって言ったら、うん、いや最後俺が決めるんだ100万回またドヒャーっていう感じで、うん、それであの時はですね多分ね2万件ぐらいしか打ってくれてなかったんですよクリニックが、うん、全国で、はあ、で2万件で100万回は行かないよねと、うん、だって週に何曜日だけとかっていうクリニックもあったから、はいはい、それであの時に感染症法だったかの16条の2っていうのが殿下の報道で、うん、厚労大臣または都道府県知事は、なんか要請ができるかな、うん、その医療従事者に何しろと要請ができますと、うん、でそれがその次に勧告ができる、うんうん、で勧告を聞かなかったら氏名を公表できるっていうのがあったんで、うんはい、それであのもう一回官邸に戻ってじゃあ終わりましたと100万回やるにはこの16条の2、うん、これを抜きましょう、うんなんだそれ、いやこれはこうですと、それで総理が厚労省を呼んで、うんうん、16条の2やれ厚労省検討しますって言ったけど今日に至るまでまだ検討してるわけですよ。で、ね、途中でこれ動かねえなと思ったんで、うん、検討あの動きそうもないからこれ増やさないとダメなんで、うん、もうしょうがないからあの金増やしましょうと、うん、あの何十件行ったらあのプラスアルファみたいなんで、ね、日曜日打ってくれたら、うん、休日分プラスアルファみたいに、うん、とにかく金増やしましょうって言って、うん、総理がやれって言うんで、うん、あのそれを決めてもらってで最後は5万5千件ぐらい打ってくれて、うんうん、で最終的に1日最速で170万回かな、うんに行ってちょっとこれ早すぎてワクチン足らなくなっちゃって120万ぐらいまで、はいはい、あの緩やかに下ろしてってくださいと、はい、お前早く打てっつっといて、なんだお前今度はゆっくりやれってすいません120万でお願いしますみたいなだったんですけど、うん